おはようございます、吉田さん。教えないことが最高の教えっていうのは、まあ実は私もね、まあ実践していると思えるところが結構ありまして、まあ20時間ライブとかね、山口ゆるくさんの電子書籍のフォローアップライブとかもそうだったんですけども、ネオヒルズ塾に入ったじゃないですか。ネオヒルズの、まあ某、キー塾入って、私が一発目で思ったのはね、そこには、稼げてないけども稼ぎたい人、一攫千金を狙う人が集まってるだろうなと思ったんですよ。とりあえずそういう人たちに対して自分をどういうふうにね、売り込んでいくか、有名になっていくかってことが一つの戦略としてありました。まあすでにアクセスが集まってるところにポンと乗っかっていくことによって、自分はこういう人間ですって誰よりも目立つようなプレゼンをしようと思ったんですよね。でもう一つはですね、そこで教わったことを早めに結果を出すことによって、いや、やったら結果出ましたよっていうことによって、二つの効果を生むってことなんですよ。一つは、もちろんその塾の運営者の方が、お、ちゃんとやってくれてるなと、結果出してくれてるな、え、結果出した上に、その速稼塾の弟子まで稼いでるのみたいな感じで、まあ注目されようと思ったんですよね。で、そうすることによって、まあ覚えがいいじゃないですか。で、他の塾生さんからも、同じ同列の塾生さんからも、お、すげえのやってるな、結果出るんだなっていうふうにさらに目立つっていう効果ですよね。で、まあそこの塾のね、リーダーオーナーさんに取り上げられて、いろんな場面で私の例を出してもらったと思うんですけども、そういうことによって間接的に噂になることによって、さらに速稼塾の影響力を高めようかなと思ったら、これがね結構うまくいったんじゃないかなと思ってますし、うまくいってるに違いないと思いながら自信を持ってやれたっていうところに、私が教わっていない教えってものが発動できた、その根源があるかなと思ってますね。